陳昌博士は中華民国の海軍軍人。国民政府において海軍部長、海軍総司令として十数年にわたり、海軍の最高指導者を務めた。字は康介。15歳で、副修閣、松室学院に入るなど当初は学問の道を、志していた。17歳で、南洋水師学堂に入学し、海軍の教練を受ける。 1908年に卒業して、通災に配属され、以後、順調に昇進を重ねていく。1914年、海軍総司令部副官となり、さらに海軍将校の地位を授かった。1915年、アメリカに留学し、その翌年にはイギリスに移って、中英公使官付海軍部官となった。1920年、パリ講和会議に、 中国海軍代表として出席し、さらにロンドンで開かれた国際国際航空路会議の代表にもなった。同年、帰国している。1922年、海軍総司令部参謀に任ぜられ、海軍上皇の位も授与された。翌年、大水の艦長に任ぜられ、海軍中将に昇進している。1926年9月、 第2艦隊司令長官に昇進した。同年11月、艦隊を率いて国民革命軍に起義している。北京政府時代の陳召官国民政府では軍事委員会委員等に任ぜられ、1928年12月に軍政部海軍署が創設されると陳召官が所長となった。翌1929年4月、海軍部が創設されると陳は、 政務次長に任ぜられる。そして、海軍部長幼稚僧が、復権統治への専念を望んだため、翌月には陳が、代理部長として、事務を司ることになった。1930年4月には、第二艦隊司令を、12月には、海軍港南造船所所長を兼任した。翌1931年12月、紹介石ゲ屋に伴う海祖により、 将官が海軍部部長に昇進する1935年9月、海軍上昇の位を授与された。1938年1月、海軍部は海軍総司令部に改組され、そのままチが海軍総司令に就任している。日中戦争でも一貫してその地位にあり、海軍を統率して日本軍を相手に戦った。1945年9月、 何王金と共に、南京での日本軍航福受諾式典に参加した。しかし、同年12月、陳昌広氏は、海軍総司令の職から罷免されてしまう。しかも海軍総司令部も廃止され、軍政部海軍どころに、改組されてしまった。陳昌広氏は故郷に引退し、以後は、戦略顧問委員会委員などの地位を提示されても、就任しようとしなかった。 1949年、中国国民党革命委員会に参加する。紹介席からの台湾移動の要請も拒否し、陳昌広氏は大陸に留まった。中華人民共和国では、加藤軍政委員会委員、福建省人民政府副主席、全国人民代表大会代表、民側中央副主席などを歴任している。1969年7月30日、 復讐死にて病没。去年81。ありがとうございます。